皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。えー、アメリカ向け装備部品増産へ、それによりウクライの支援を支えになると。 いいいいいいう目論でですすすここれはいいこととね、はい、やってたただきたいと思います、はい、アメリカに輸出することによって実績をどんどん作っていってそれでですね世界各国で何、えー、て言うんでしょう悪い悪,ごし悪賢い国から、えー、攻められようとしている国にもね、えー、提供してあげられるような日本になったらいいなと思います。 次、陸上自衛隊のヘリ墜落、原因特定できずということですね、最近ですね、私、ちょっと思うんですけれども、原因が特定できなかったら、それをディスるみたいな傾向があると思うんですよ。確かに技術の進歩によって、えー、原因が特定することが増えてきました。昨日も できなかった時にディスるっていうのは、ちょっとどうなんでしょうかねっていうのはちょっと思うところですね。まあ、別にここではディスるという話は出てないんですけど、ちょっとあの余談でした。はい。次、えー、子供を引き渡してほしいという父の申し立てが増えているということだそうです。まあ、夫婦いろいろありますからね。はい。 そもそもあまり恋愛経験を経ずにご結婚される方もね、あの学生時代には勉強ばっかりだったという方もいらっしゃると思うんでね、いろいろご苦労あるかと思いますが、穏便に、穏便に、笑顔で、笑顔で交渉していきましょう。はい、次、えー、国際ニュースです。ガザへ物資投下、また市民に直撃か、そうなんですよ、投下危ないですよね。はい 気をつけましょうね、ほんと。皆さん。なんか、家とかない人もいるんで、屋根の下に隠れるわけにもいかず、みたいなね、ところだと思うんで、はい。ちょっと、ね、気をつけてやりましょう。いや、助けたいのはわかりますから、はい。次、えー、バイデン大統領、不法移民発言を後悔。なんで後悔してるんでしょう不法移民ってよくないじゃないですか。 え人気が下がるから後悔してるんですかそれちょっとどうかと思いますけどね。はい、次。えー、中国の不動産危機ですが、破産も選択肢といったところまで出てきました。はい、買った人は手付金つけた、け頭金払った人はどうなるんでしょうか。はい。あ、これはね、もうブームに乗っかっちゃもうまさに。 不動産バブルが弾けるという寸前の光景を今目の当たりにしているというところですねはい次経済ニュースです正念場が続く東電利益目標ほど遠くとはい原発のね福島第一原発の処理大変だと思いますが 僕らの電気料金は上げないでというところですね。<laughs> はい、次。えー、電気がいらないす、炊飯器の開発の背景ということでね。私よくキャンプでね、あの、あれ何でしたっけあれ。ほら、あの、日本軍も使っていたあれですよ。あの、ほら。ちょっとなんか、ひょうたんみたいな、カパっ,ってつけるね、あれ。あれ使ってましたよ。ね電気いらないですよね。はい。 私の母もでっかーい釜に蓋をしてガスでお米炊いてます。はい、それが一番おいしいって言って鉄分も取れるんでね、はい、ついでに。あ、鉄製なんですけど。はい、いいじゃないですか。それでね、はい、昔に戻しましょうよ、たまには、はい。次。自作アクセサリーで特許を取る。というのが13歳社長。すごいですね。 いやいいですよ。昔ねあの折りたたみ式で使い捨てのあの犬の糞を手で使わずにポイポイ掘るあの散歩中にねそれで特許取ったあの小学校の4年生の話聞きました。社長社長で母と父が取締役というね面白い会社見ましたけどもそれをちょっと思い出しちゃいましたね。はい次 I T ニュースです。 えー、市,職市,職市の職員の実名を晒すという、しかも偽アカウントもあるという被害があるそうです。もう今、手口が巧妙化してますからね、IT 詐欺も、その他のオフライン詐欺も、巧妙化してますから、これを気をつけておけば大丈夫みたいな世界ではなくなってきてますからね。皆さんんいろんなことに いろんなことに気をつけましょう。はい。次、えー、オープン AI、アルトマン氏が取締役復帰ということで、よかったですね。はい。まあ、平和に収まりました。はい。次、えーとですね、えーとですね、科学ニュースです。生死を凍結する未婚男性、意識の変化。そうですね、ちょっとお金かかりますけど、あと、 凍結はちょっとねかかあの、受精の可能性がちょっと低まる、今の技術だよね、今の技術でちょっと低まるらしいんでね、はい、本当はね、自然なのがいいっていうのはもう皆さん分かってることですよね、はい、けども凍結しておくということですね、はい、意識が変化している、まさにそういうことですね、はい、次、カイロスという、えー、ミサイル。はい 国内ののの民間ロケットのことのようですね、はい、カルロスというロケット、発射延期、理由は船舶が残留しているからだそうです。はい、大変ですね、そういうのも、ね、いろいろあってね、はい。はい、次、ISS の古川悟飛行士、えー、12日あ、あさってですね、に帰還されるそうです。頑張りましたね。 あのちゃんとね、あのまあ、帰ってきた後ね、さら,にあさらなるあの機内というか ISS 内でもやってらっしゃったとは思うんですが、さらなる筋力トレーニング、はい、大変だと思うんですけど、頑張ってください。はい、いろんな、ね、話とか聞きたいですよね、皆さんね、はい、特にお子さんたちとかね。はい、次、えーっと、エンタメニュースです。アカデミー賞 日本3作品の賞賛はということでね3作品ありますから1作品ぐらい何かとってほしいですね何かの部門でね、はい、やっぱり期待しちゃいますよね3作品もあればねはい次、えー「世界不思議発見」最終回は3時間スペシャルということでまあ時間ももちろん気にはなりますが私はやっぱりね 内容がどんなものであるのか、そこも気になりますね。久しぶりに録画見ようかな。はい。子供の頃、すっごい見てましたから。はい。そうですね。はい。次。えー、ブラタモリ、突然、レギュラー最終回。ブラタモリにタモリが出なくなる日が来るんですかなんということだ。ね、ダウンタウンと言っていて、タウンしか出てない浜ちゃんみたいな感じですかね。<laughs> はい、次、スポーツです。えー、宮城野部屋、力士ら全員を転籍へあ、消滅するんですね、はいろいろあったんでしょうね、はい、次、スノボ元代表、えー、藤森優香さんが出産、おめでとうございます。えー、悪夢、J1 名古屋が泥沼の開幕3連敗とのことです。はい、監督の こんな風になった <laughs> 顔が映っています。<laughs> はい。<laughs> 頑張ってください。<laughs> はい。あの、いい負け方と悪い負け方あると思うんで、いい,しい,い負けシーズンといい、えー、あ悪い負けシーズンとはありますんでね、全力をこれからも出し続けましょう。はい。ということで、今回の配信は以上となりますが、皆さんはどのようなニュースに関心を持たれましたでしょうか 私はそうですいろいろとありますけれども、ガザの物資投下で直撃というね、かわいそうにという、もう相手は良かれと思ってやったことがね、はいたまに被害も受けるということで、いずれにしてもね、ガザの方々、たくさんなくなってますんでね、いや、元はといえばハマスですよ、けど今となってはイスラエルがディスられる状況になってますから、みんな、 各それぞれ、それぞれ考えてください。あいつだとかこいつだとか言ってないで、それぞれ考えましょう。はい、ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。